ITF のバーコードのサンプル ITF はバーコードの体系の一つである。1972年にインターメック社が開発し、現在は商品物流の標準シンボルとして国内外で使用される。本コードの表現は数字のみであるが、他のバーコードと異なりデータの奇数桁を黒部分、偶数桁を白部分が独立して表現しており、バーコード全長が短い利点がある。 この得意な機構からデータは偶数桁が必須となる。ITF はチェックディジットが必須ではないが日本国内の物流標準シンボルとして使用する場合は文字ラス10のエと3が使用される。バーをサイ、フトシにパターンで判別する単純な機構から読み取りは容易で距離を経てもスキャン可能なことから読み取り状況が多様な物流関係用途に適する。反面 バーコードの最小と最後を認識する機構が甘く、斜めにスキャンした際にバーコード内の一部分のみで認識してしまう部分読み、桁落ちと呼ばれる現象も発生しやすい。これには、チェックディジットの採用や、スキャナの設定にてあらかじめ読み取り、桁数を指定、制限することで対策する。周囲の黒い縁取りは、ベアラーバーと呼ばれ、ダンボールへの印字圧力を一定にする。 薄紙に印刷時は必要ない。日本国内で JAN コードに物流識別コード1桁を加えた14桁を標準シンボルとして使用しており、ソースマーキングされた製品を梱包した段ボールなど見られる。ありがとうございます。